の生物の研究をしていますけれども、あの生命らしさって何かなって考えた時に、あのタンパク質がどういうふうに働いているかっていうのをあの知りたいと思って、でその中でモーターをあのモーター機能を持っているタンパク質っていうのがあるんですけど、それがそのダイナミックに動く姿とか、それから、実際に物を一生懸命運んでる姿っていうようなものをこう実験の中で手応えで感じることができるので、あのとても気に入ってて楽しい研究です。